劉州駅南座町愛室劉州駅は中華、人民共和国公正地湾族自治区劉州支流、南区南丹路6号に位置する中国国鉄南寧鉄路局が管轄する駅である。当地の人々は一般に南駅と呼んで、劉州北駅と区別する。劉州駅は旅客を主に扱う駅である。小滑ら、剣滑ら、小流と三本の幹線が交わり、 中国全土各地への列車がある。琉州が地理的に優位なのは、厚生地湾属自治区の大部分の列車が琉州を経由するところである。以前の鉄路局の本拠地であり、駅舎は豪華である。2010年2月現在、各種別を含め毎日70本に余りの旅客列車が発着する。琉州駅は、名局の他の始発駅に比べて、始発列車が少なく、 あらかじめとの駅始発のうちの一部分の切符を取り置く形で出発客の需要に応えてきた。しかし春ンの時期には待機発の列車は始発駅ですでに満員なので、琉州から切符を購入して乗車するのは難しい。琉州では以前の琉州鉄路局時代には北京鉄路局間轄かの駅への列車はなかった。北京への切符は名局の看板列車である T6 時ではなく、K158 時となる。以前は、流州始発の列車が多数あったが、それらはみな、不可思考始発となった。ありがとうございます。